義経と弁慶だったかな。彼らのような猛者には奇襲が効果的だろう。そうだな、まずはこちらに敵の目を向けよう。その隙に北から奇襲をと思う。それなら奇襲役は任せてくれるかい。かの名軍師角家殿の策を堪能したいからね。さてこちらは陽動を始める。まずは義弘さん、前に出て相手を引きつけてくれるか。鬼の背中、虫になら預けられる。西松の突撃、いいよいや。気に入らないね。次は超得意の術を使って敵の目を引いてほしい。我が天罰を下してやろうぞ。そなたには天の祝福があろう。苦しめてやろう。消失気取って任せておけ。ザン相手になるぞ。こんなところで負けちまうとは。今こそ天罰を下せ。戦場が火獣殿で満ちている。悪魔だな。悪い酔いで見る原因かな。何にせよ凄まじい術だ。厳しいか。まったく目まと。陽動は成功だ。さあいよいよ元成殿の出番だね。頃合いのようだね。奇襲部隊を動かすとしよう。今こそ攻め立ててやろう。君の背中、お主になら預けられる。かすかに火種の匂い。気のせいやもしれぬが確かめておくにしかず。任せておけ。次会った時覚悟しろよ。すごいね、君の活躍をずっと見ていたよ。任せておけ。堂々と戦う。もう一撃で。君は天下無双と驚いたね。必修をやはり方針たる刑が好みそうなことだ。
かいを知るよ。やれやれ、見破るなら君かなとは思ったが、悪い予感が当たってしまったか。聞いたりない。任せておけ。と逃げられてしまったね。そう、打ち取った。敵ながら官兵衛の偵察ぶりは見事だったよ。報告する。北から奇襲部隊が迫っている。おお、でかしたぞ官兵衛。来ると分かっている奇襲など恐るるに足らず。本陣の守りが固くなった。奇襲が露呈してしまった。もはや陽動の耳。困ったね。敵本陣へ進軍するしかないかな。キラお前すごい。我感心。無事に。